さあゴーラッシュ、白の光でみんなを浄化。こっちだった。ゴーラスホワイト中村修吾。なんでだろうね、なんか眠いんだ。ゴーラスブルー熊谷健太郎。心に火をつけるときめきのどうか戦。セクシーゴーラスピンク深町と。さよし、この番組は悪の組織の幹部である我々5人が人々を虜にし世界征服を目指す一大スペクタクルである。はい、いやこれイベント終了後のゴーラス5のはずだ。ってことは7月に入ってる。入ってる。はい、盛り上がったな。盛り上がったこと間違いなしだね。盛り上がってるでしょう。大変盛り上がった。開催しないとはね、まさか。いや驚きだったね。サプライズ、サプライズで、あんだけ人集めていつ始まるのかと思ったら、ね、びっくりしたね。その時僕らはね、ご飯、焼肉食べて食べてました。悪いな、悪の組織だ、これが。その説ありがとうございました。ありがとう。今回はこのコーナーをお届けする、ゴーラス悪の相談室。おなじみこのコーナーは構成員から寄せられた悪の相談に我々が答えていくというコーナーだ、はい。じゃあ今回の相談はアイアイガサさんからいただいて。はい、ありがとう。ではブルー相談を読んでくれ。はい、失礼します。私の友達が好きな男の子に告白をしたいらしいのですが、なかなか勇気が出ないようです。私も応援したいので、何かいい告白のシチュエーションなどアドバイスがあれば教えてほしいです。甘酸っぱいじゃねえか。そのご友人が、思い寄せている男子に告白したいけど、もう一歩勇気が出ない。お手本のような相談だ。いいね、うん、なんかさ、もう昔とかはさ、はい、なんか男の人から告白しないみたいになったけど、今はもうそんな時代じゃないから。そう、ね、もう誰からでも言っていいし言われていいし、そういうことになってる。だからそのアイアイガサさんの友達にエールを送るために、はい、エチュードやりまーす。はい、まあ、相談内容の通り、まあ、女性がね男性に告白するというシチュエーション で、はい、で2人の女性から告白をしてもらい、別々でね、うん、別々で、どっちの告白が良かったのかっていうのを、勝ち上がっていった告白がそのアイアイガサさんの友達に届けばもう間違いなしという。そうだな、本当かな、一番不安だな。これをそのまんまやってもらえたならば成功、もう間違いなしという、優勝した告白だからな、うん、それが。2人が自信があるんだったらそういうことなんでしょう。これでいこう。オッケー、わかりました。早速やっていこう。最初のエチュードはこれだ。誰の毛よ。ゴーラス変身完了。待て待て待て、なんかいろいろな、なんかブルーは案外リアリティある感じになってる。案外なんかすっぴんだとこんな感じだ言いそうな感じだけど、ホワイトは レスラーか何か、セクシーだろ。さあ、というわけで夏祭りというシチュエーションで、さあお二人には私を奪い合ってとっておきの告白をしてもらおうじゃないか。では準備は良いか。オッケー。はーい。はあ、これが高校生活最後の夏祭りか。最後ぐらい女の子と一緒に来たかったな。じゃあ私にしとけば。あれ、ブルコ。ブルコどうした。たまたま一人で来てたんだ。あ、たまたま一人で、奇遇だね。一人なの。うん、今日はねちょっとね、友達がね予定合わないってなってね、一人で来ちゃったんだ。そうなんだ、うん、一緒に回る。おう、おう、いいよ。やった。ウルコ今日すっぴん。ウルコすっぴんできちゃった。顔見ないの、浴衣着てるでしょ。想像で見て、浴衣を。あ、うん、確かにね、浴衣似合ってる似合ってる。似合ってる、うん、ありがとう。ん、なんかどうした、ウルコ。ね、うん、最後じゃん、夏祭り。うん、そうだね、高校生活も残り少ないじゃん。
そうだね。だから、まあ、言いたいことが。言いたいこと？うんの？うんの？実はね、うん、ピンクのことが、うん、好きなんだ。言っちゃった。検討の上、検討の上折り返しご連絡させていただきます。ああ、就職面接みたいな感じで言われちゃった。ピンク、たこ焼き買ってきたよ。一人じゃないじゃない、一人じゃないじゃない。来てんじゃない、一緒に。ホワイコ、どうした。たこ焼き、ホワイコ好きだったよね。ホワイコまたたくましくなったな。好き、うん、たこ焼きは好きだぞ。でも私が買ってきたから私から食べちゃおうかな。あ、自分で食うんだ。あっち目で食べるタイプだからね。目、たこ焼きはホワイコ最悪。実はあれ結構中熱々だから目から食べちゃダメだぞ。最悪も、うん、え、ピロンピロン、え、うん、あ、私が買った株大暴落してる。最悪。うん、なかなかな、前衛的な高校生だな。もうこの最悪埋めるために、うん、ちょっとあんた私と付き合いなさいよ。検討の上折り返しご連絡させていただきます。さあ、好きとか言ってなかったよ。なんか自分の失敗取り戻すためになんか隙間、なんか適当なその辺でいいじゃんみたいな感じだったじゃん。ドキドキ、これ演じなきゃいけないのか。これはどっちか選ばなきゃいけないってことだもんな。この2択か。ではジャッジさせていただきます。ブルコ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あんたの株も大暴落したってのうまいこと言うんじゃないよ。ゴーラス、高校生活も今日で終わりか。3年って長く感じたけど、あっという間だったな。もう1ヶ月もすると社会人か。頑張んないとな。594日目。ん？何が？あなたはバットを持っていつものように登校していた。ちょっと待って、おヤンキーだったんだ。そっか、バット持って野球に勤しむ姿、素敵だった。ちゃんとお家から俺バット持ってたのね。うわ、びっくりした。投稿するなり私に微笑んでくれた。え、いや、その目には特別な意味合いが込められていた。ちょっと待ってくれ、これもしかしたらモノローグかもしれないな。突っ込むべきか。392日目。おっと、なんか数字がカウントダウンされてる。クラス替えで同じクラスに、そう、私と同じクラスになれないかとどぎまぎしているあなたは。俺がこんなインパクトある子絶対覚えてると思うんだろう。残念ながら違うクラスになってしまった私を見て、目がうるうるしているのを私は見た。何を見てたんだ。卒業式、私に声をかけて告白をする準備をしているあなた。そんな姿も初々しくてドキドキしてしまう。会話しない？ブルー君。はいはいはい。返事は OK よ。ありがとう。なん？ねえ、悲しいよね、ほんと。で、絶対会おうね、またね。なんか友達と別れを惜しんでるこの声がするぞ。ちょっと待ってて。ブロー君、どうしたの？俺さ、おお、どうした？俺、どうしたの？俺、言いたいことがあるんだよね。え、何？なんだよ、そんな改まって。俺さ、うん、1年の時までさ、うん、自分のこと私って言ってたの分かる？そうだね、なんか、うん、私って言ってた気がする。でもブルオ君が、うん、友達同士で
話してるのこっそり聞いちゃったんだけど、どの会話だ。なんか女の子が俺って言ってるのが性癖なんだよねって言ってた時から俺って言うようになったんだよね。そんな特殊なアクセント癖になるかな。俺じゃないもんな、俺だもんな。どう考えたってコーヒーとミルク混ぜて、それで話して。私、うん、ブロー君が金髪が好きって言ってたから染めたし。全部男の影響受けてんじゃんこの子。心配になるぞ。全身黒の服がいいって言うから黒にもした。あ、そうなんだ。全部ブロー君のためなの。え、マジで。この卒業式でそのまま卒業しちゃったらブルオ君と会えなくなると思って、もう今日言うって決めてたんだ。やっぱダメ。言わないのかよ。ドキドキ返せよここまでのよ。でも言う。純子ありがとね。気をつけて帰ってね。ブルオ君。はい。私と付き合ってください。超どっちだな。よろしくお願いします。二人とも顔見せて。でもそうやっぱ。そういったやっぱその感じやっぱかぶってきちゃうとなんかどっちもなんか嫌だな。ということで、あいあい傘さん、友達にこの動画を見せたら、バッチリバッチリでも責任は負えません。負えません。というわけで、また来週。さあゴーラス美食コマホワイト、ブルー、気づいていたか。いつの間にかこのコーナーの背景が変わっていることに。うわ、本当だ。通りでなんかいつもと雰囲気違うと思ったぜ。ひょっとすると我々は気づかぬうちに違う世界線に迷い込んでしまったのかもしれないな。いやいや違うぞ。ミショコマが始まって約1年経ったことを記念して狩猟がリニューアルしてくれたんだ。なんだ、そういうことか。まったく、ロイが変なこと言うから無駄に身構えちまったぜ。私のギャラクシージョークが理解できないとは。ホワイトもまだまだだな。狩猟曰く、今後も俺たちの頑張り次第でちょっとずつ豪華になる可能性がなきにしもあらずなのだ、だそうです。なんかふわっとしてんな。別にいいけど。未来のことは誰にもわからないということだな。だが目標が増えることは良いことだ。それでは来週もさあゴーラス。